はいどうも、趣ゼロの京都人セロリ高幸です。お願いします。というわけで今日なんですけど、今日はフットボールラジオをやっていくんですけれども、 J3 についてねちょっと話していきたいなと思っております。まあ J3 開幕から4試合が終わって、まあ負けなしのチームがねちらほらいるんですけれども、今回ピックアップさせてもらうのがいわき FC。 まあ J3 でもいわき FC が強いということで、そこについてね話していきたいなと思っております。まあ今シーズンから J3 の舞台に昇格してきたいわき FC。 まあ地域リーグにいた時には天皇杯でコンサドーレ札幌に勝利していたり、まあフィジカルがねすごいクラブと何かと話題やったいわき FC が、今シーズンからついに J リーグに加入。なんといってもクラブハウスがめちゃくちゃ綺麗で、有名なねスポーツウェア企業のアンダーアーマーさんが徹底サポート。まあ地域リーグに所属している時代から選手のケアとかトレーニング器具っていうのは J1 レベルやったんじゃないかなと思っております。まあ今画像も出してると思うんですけれども、この画像を見た感じね、地方の J2 リーグよりかは明らかに器具が充実しているなって思う内容やったし、まあ J1 のクラブでもこれだけの器具を揃えているクラブっていうのは少ないんじゃないかなと思っております。しかもクラブハウスが新しいということもあるから、綺麗さと充実さと器具のレベル全て合わせたら J1 でもトップクラスの内容なんじゃないかなと思ういわき FC。 そんなねいわき FC は今シーズン J3 で今のところ2勝2分けで勝ち点8、現在5位につけているんですけれども、まあ JFL からの昇格組っていうのは毎年ね何かやってくれるっていう印象があるんやけれども、いわき FC ここでやってきたかっていう感じやね。まあ今シーズンのいわき FC の特徴から軽く話していきたいなと思うんですけれども、やっぱり積み重ねてきたものがあるっていうことで、まあ筋力トレーニング、フィジカルっていうものを活かした攻撃を軸にしているイメージがあるね。でまあ開幕からの4試合ね、このラジオを撮るにあたって見させてもらったんですけれども、縦に速い攻撃的なサッカーを展開しているっていうのがまず一つ目の特徴で、二つ目に右サイドからのチャンスメイク、これがねめちゃくちゃ充実しているなっていうのがあったね。まあ右サイドだけじゃないねんけど、本当にサイドからのクロスボールを上げる質っていうのも高いし、クロスだけじゃなくてカットインしてシュートを狙っていくっていう技術を備えてたり、なんかシュートを打つのをね嫌がってない、貪欲にチャンスを無理やりにでも作っていこうっていう気持ちがすごく芽生えるようなサイド攻撃が印象的やったかな。で守備の面もあるんやけれども、真ん中をねしっかりと防いでショートカウンターっていうのを継続しているっていうイメージがあって、まあこういうのって本当にディフェンス陣がね頑張ってボールを跳ね返したり奪わないとね、ショートカウンターっていうのは成立せえへんから、 JFL から J3 に上がって新しい戦力、まあ大学生とかが即戦力で入ってきたりしてる中で、よくこの短期間で戦術を整えてきたなっていうのが個人的な感想の中にはあるかな。でもう一つ、これはね J3 トップレベルなんじゃないかなって思うのが、球際の寄せの速さやね、セカンドボールの回収のうまさ、そこら辺の二つが J3 でもトップレベルやなっていうのを感じました。まあこの開幕戦からの4試合軽くね振り返っていくんですけれども、初戦の鹿児島ユナイテッド戦、これはね俺も注目していたんで、ダゾーンでね J3 の試合観戦していたんやけれども、開始早々からフィジカルを生かしたプレーで攻撃を組み立てていくっていう感じあって、サイドバックの佐賀選手がねエリア内に持ち込んでいって J3 初ゴール、いわき FC が先制点を取るんよね。でも前半の終了間際に鹿児島の有田選手にゴールネットを揺らされて1対1、そのまま試合は終わって初戦は引き分けっていう感じにはなったんよ。さすがに JFL の時ほど勢いよく J3 は行かないんかなと思ってたんやけれども、第2節の相模原戦で早くも J3 初勝利。まあ最初は昇格候補の相模原に押し込まれる展開が続いたものの、徐々にポゼッションを奪っていくと、後半の30分に鈴木選手がエリア内で左足のシュート、これが決まって最後までその1点を守りきり勝利。まさか去年まで J2 で戦って戦力も充実している相模原を相手に、いわきが、まあ、自分たちの特徴、さっき言ったような縦に速い攻撃的なサッカーとか、右サイド左サイドからのチャンスメイクっていうところを存分に出していってプレーをして勝利するっていうのは本当に思ってもなかったことやったね。本当に最初の方は相模原に押し込まれる展開で、あーこれ結構厳しいんちゃうかなと思ってたら、もう前半の終わり際には五分五分で、後半にもね攻め込まれる場面はあったものの、きっちりと自分たちが攻めている時間帯もあって、いやいわき FC 強いなっていうのをこの2試合目で感じることができましたね。でさら
に3節ではまたもや昇格候補の愛媛 FC と対戦。この愛媛戦がね、一番いわきの特徴が出ていたんじゃないかなっていう試合やったんやけれども、開幕2試合でまだ勝利がなかった愛媛に対していわきがどう戦っていくんかなと思って少し注目はしてたら、スタメンがね、開幕戦から3試合全く変わらへんかったんよ。で、監督もこのメンバーで2試合終わっていけるっていう感覚が芽生えてきてるんじゃないかなっていうのを感じました。で、前半からいわきはね、愛媛陣内で多くプレーすることがあって、サイドからのクロスボールとかカットインシュート、もう本当に試合を巧みに進めていってたし、先制点も右サイドからのクロスをファーサイドで構えていた有馬選手がヘッドで合わせて先制。まあ、その後も本当に迫力がある攻撃で何度もチャンスを作ってて、相手ゴールキーパーの徳重選手のファインセーブがなかったらもっと楽に試合を決めてた試合やったんじゃないかなっていうのが見ていて思ったことかな。ただこの試合はね、劇的な結末っていう感じにはなったんやけれども、後半のアディショナルタイムに愛媛の行友選手にエリア外からシュートを2本打たれて、それが入って同点。まあ、引き分けで終わるんじゃないかなと思ってたら、ラストのセットプレーで入ってすぐの有田選手がヘッドで決めて2対1、劇的な試合展開でいわき FC が勝ち点3を獲得。これはね、ハイライトでもいいから本当に見てほしい試合やったし、フルタイムまだダゾーンで見れると思うから見てほしいねんけど、いわきがね、愛媛 FC の攻撃陣に対して後半の失点するっていう時間帯まで本当に何もさせてなかったんよ。これがね、本当にいわきがやりたいサッカーというか、やっていこうとしているサッカーなんじゃないかなっていうのを見せつけられた試合やったかな。で、さらには第4節でまたも今シーズン大型補強を行って昇格候補と言われているカターレ富山と対戦。ここでも先制したのはいわき FC。 右サイドの佐賀選手のクロスボールに岩渕選手が頭で合わせて先制点。この4試合を見ていて思ったことは、やっぱり右サイドから攻撃を組み立てているっていう感じだったし、サイドバックの佐賀選手が上がっていったらビッグチャンスがあるっていうのが多い印象やったかな。まあ、開幕戦でもゴールを決めた佐賀選手、そして第3節も右サイドから起点になってたし、ここの4節でもきっちりとクロスボールでアシスト。本当にサイドを牽引してるんがこの佐賀選手なんじゃないかなっていうのがあったかな。で、この試合はね、後半の36分にロングフィードから富山の大野選手がフィジカルとテクニックでゴールを奪って追いつかれて1対1で終了。まあ、チャンスをより作っていたいわき FC やったから、そこを考えると勝利で終わらせたかったんやろうけれども、まあ富山に意地を見せつけられたなっていう感じの試合展開やったね。ただ旋風を巻き起こしているなっていうのをひしひしと感じられる試合でした。で、一応ね、このラジオを撮っているのが第5節の長野戦より前っていうことで、長野戦についてはね話せへんねんけれども、ここからの試合本当にすごく楽しみやし、 JFL からの昇格組っていうのが毎シーズン旋風を巻き起こしている中で、いわき FC が今シーズンどれだけ力を発揮して J3 を面白くさせてくれるのか、本当に大注目やなと思っております。まあ、唯一のね不安点といえば、メンバーがかなり固定されている印象があるんで、スタメンの選手が怪我をしたり、少し流れがね悪くなった時にサブにいる選手が試合に入っていけるかっていうところがあるかな。ただ鹿児島ユナイテッド、 SC 相模原、愛媛 FC、 カターレ富山と J2 経験もあって力もあるクラブに対して2勝2分けで負けていないってことは、選手にとっても自信につながるやろうし、監督を含めたスタッフ陣もやってることに間違いはないとね自信を持っていそうなので、これからのいわき FC はどんどん強くなりそうやし、 J3 がさらに面白くなりそうやなと思う内容でした。というわけで、まあ今回はね、いわき FC が強すぎるということで、おもむろにラジオにしてみたんですけれども、どうだったでしょうか。まあ俺もね、いわき FC は JFL 時代とかは見てないんで、正直まだまだ分からへんことがいっぱいあろうけれども、この4試合を見た中での戦い方とか戦術、そしてまあクラブハウスのレベルとか、そういうのを見て、どん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 これから強くなっていくクラブなんやろうなっていうのを感じたし、今後のいわき FC により注目していきたいなと思いました。じゃあ今回はこれくらいで終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。